こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年7月3日、防衛省内で行われた河野防衛大臣の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスに罹患した自衛官の発表などと合わせて、防衛省として初の試みを実施することが発表された。今回の発表が注目を集めたのは、この初の試みというのが自衛隊で、これまで実際に使用した後に不要とされた備品類について、それらをオークション形式で販売するとされたためだ。河野防衛大臣は、今回のオークションが軌道に乗れば、将来的には、自衛隊が調達中の F-35 ライトニング2戦闘機1機分に相当するような収益を上げたいとする意欲的な目標も明らかにした。自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、これまでのところ、通常滑走路用の A 型、短距離離陸、垂直着陸の B 型の平均でも、1機約126億円とも言われており、かなりの高い目標と言えよう。ちなみに、これまで自衛隊で不要となった備品類は廃棄することを前提に、売却処分されてきており、今回のオークションは、これを有効活用する新たな取り組みとして提案されたものだ。この自衛隊不要備品、オークション、発表したのは自衛隊を管轄する河野防衛大臣だが、発案した人物は麻生副総理兼財務大臣だと言われており、サブカルへの増資は、海遊への発想とも感じられる。具体的な方策としては、このオークションへの参加希望者は、7月14日付筆着で、往復はがきによる申し込みが必須で、最大450名の参加者を見込むが、新型コロナウイルスの状況いかんでは制限、中止もあるという。オークション自体は、7月26日に防衛省内の会議室で開催予定であり、先の郵送申し込みを行い当選した名義人のみが参加可能で、応募者多数の場合などは抽選によって参加人員を決定するとされている。オークションに出される備品類だが、今回はまず30品目程度であることが公表されており、開始価格は3000円から3万円までの間で対象となる。備品類によって異なる設定がされている。実際に出品される備品類は、陸上自衛隊関連のものとしては、ベルトと小銃弾薬配列、水筒と飯盒、旧デザインの上着用の部隊アキラ、戦車兵用の長火など身につけるものが多数用意されている。一方、海上自衛隊関連のものとしては、艦艇内で使用する食器、トレイや、水晶時計、退役済みの練習艦、山行きのソーダリンなどの小物、大物が出品されている。また、航空自衛隊関連のものでは、国産の C-1 輸送機の貨物室内に、設置されていた表示灯や、機内放送用のスピーカー、操縦席の、ラダーペダル、スロットルレバー、操縦桿などがある。
ことに人気が集まるのではないかと思われるのが、航空機パイロット用のヘルメット、酸素マスクバッグの3点セットで、これらにはオブジェとしての需要も高いのではと想像させられる。こうして出品物を見てみると、陸上自衛隊はやはり身につける装備品が多数で、本物志向のサバイバルゲーマーや収集家が興味を示しそうな、あるし実用的なラインナップに思える。海上自衛隊や航空自衛隊の出品物には、練習艦やま幸のソーダリンに象徴されるような一点物も含まれており、その意味ではプレミアムさに惹かれる備品類だと言えるかもしれない。ただし報道では、こうした一点物を除く各備品類の数量までは明示されていないが、本来大量にあるであろうベルトと小銃弾薬配列、水筒と飯盒、釣果なども、まずは1セットの出品と考えられる。今回のオークションの報道を見て、新たな取り組みとは言うものの、さすがに国が直接行う行事だと感じさせられるのは、その参加にあたって必要となる持参物の項目だろう。申し込み後に送られてくるという参加通知書は当然とはいえ、運転免許証などの身元確認のできる証明証書やシャチハタではない。印鑑などいかにもお役所的な文言が並んでいる。また、オークション会場に入場できるのは、参加通知書に記載された本人のみであり、付き添いや代理人は認められないなど、催しそのものをイベントとするようなことは、慎む態度が見て取れる。初の試みということもあり、当日のオークションには河野防衛大臣も出席する予定だと伝えられているが、約30品目を21グループにまとめて行うため、時間はそこまで要さないと見られている。また河野防衛大臣は、この取り組みがうまくいけば、先々はインターネットを利用したオークションサイトの開設も視野に入れたい意向を表明しており、今後の動きにも注目だろう。記者会見で、今回のオークション出品物の悪質な転売等について質問された河野防衛大臣は、ことに海外への転売に関しては、経済産業省の輸出規制に抵触しないか否か確認が必要だと示唆した。まあ普通に考えて、そのまま兵器として利用できるような類の物品がオークションに出されるような事態はないと思われるが、果たして政府の川山用が成功するのか、続報を待ちたい。